こんにちは、向井です。今日は先日ちらっと紹介したこの、GoPro Hero 9に裏地のアナモルフィックレンズをこうもう無理やりテープで無理やりくっつけて、さらにね ND フィルターをつけた状態で、シネマティックカメラとして、撮影したものをねテストフッテージということでご覧いただこうと思います。ではご覧ください。はい、ということでね、これでちょっと昼間出て撮影してみたんですけれども、ちゃんとねこうマウントしてるわけでもなくて、テープでも無理やりこうアナロフィックレンズをつけたっていう形なんで、どうしてもねちょっとカメラをパンしたりすると蹴られたりして、かなりやっぱ使いづらかったなという印象です。今後ねやっぱ GoPro Hero 9のこうサードパーティーの製品とかどんどん出てくる中で、こういうねアナロフィックレンズをつけるこうアダプターみたいなのが出たら、また試してみたいなとは思いますけれども、現状ね、こういうかなりこう力技でしかアナモフィックレンズを使うことはできないとは思うんですけれども、実験的な試みということで、参考になればいいかなと思っています。それでは、今日はこの辺でおもかげでした。